今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。何なのよあれ。奴らに教えてやろう、絶望を。ナルトよ、お前は何がしたい。この戦いの果てに何を望む。俺がお前を倒すんじゃねえ、俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。よかろう、これが最後の戦いだ。全世界待望、究極の忍道対戦アクション、アルティメットストーム最新作がついにプレイステーション4に登場。終わることなく続く戦いの連鎖、熾烈極まる忍界で2人の忍びがそれぞれの道を歩む。やはりお前との戦いは別格。これこそが忍びの戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わん。お前は俺の友だ。魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。あいつが準備終わったよ、この世界がな。初代ホカゲ、あんたに聞く。里とは何だ、忍びとはそもそも何なんだ。第7班、ここに復活だってばよ。足を引っ張るなよナルト。今私ができることを全力で。お前たちの戦争はもう終わっているわ。諦めねえ、それが師から教えてもらった大切なことだ。俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生きやがれ。お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。下賤なお前たちが自由に使ってよいものではない。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。オピト、お前に借りたこの力であいつらを、世界を守る。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。進化したバトルシステムで熱い忍びの戦いを体感せよ。状況に応じ操作キャラクターを瞬時に切り替えるリーダーチェンジ。ストームゲージをはめることでチーム全員が同時に覚醒できる連携覚醒。一定以上のダメージを与えることで装備を破壊し、防御力をダウンさせる装備破壊。装備を燃やすカトン、水辺で威力を増す水遁など、地形や状況に応じた効果が発生する属性効果。特定キャラクターの組み合わせで発動する合体容器で決着をつけろ。さまざまなモードで忍界を体感せよ。第4次忍界大戦終結後の世界でナルトたちの新たな物語が紡がれるアドベンチャーモード。ネットワークバトルや期間限定イベントなど超充実のオンラインモードを心ゆくまで遊び尽くせ。コスチュームや認識札などさまざまなアイテムでキャラクターのカスタマイズを楽しもう。行くぞ。駆ける疾風、走る神雷、これが新次元の忍道対戦アクション。全てのシールが消するとき、忍界の未来を紡ぐ戦いの行方は。プレイステーション4専用ソフト、ナルト疾風伝ナルティメットストーム4、2016年2月4日発売予定。超豪華初回封入特典、予約して渦巻ボルト、ウチハサラダをはじめとした劇場版キャラクターを手に入れろ。創世のショーが丸ごと遊べる体験版配信中。バンダイナムコ。